はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回バス使った13号極ご飯使っていこうかなと思ってます。よろしくお願いします。ということでね、打った後にこいつはね、アタックが無限上昇、一旦ディフェンスが上昇するといった形です。180パップが基礎倍率で、必殺技発動時にさらに59パップとなってます。で、回避性能がね、高確率でついて、いくと、で回避するたびに、ステータスが上がっていく。交代するとどうなるか。一旦アタックディフェンス大幅上昇、 50% 上昇ですね。180パワーアップが基礎です。で、攻撃を受けるとその単中さらにアタックが上がってて、 HP が多いほどね、最大値、ディフェンス 100% まで上がる。かなりいいですね。こっからが肝ですね。登場から3トンの間、全属性ガードで246でステータスアップとね、全属性ガード狙えていきます。そんな感じです。で、敵の機関系必殺技超高確率で無効化すると、確かね、これね、撃率はね最高倍率なんですけど、確かこれ回避扱いでブロ戦で使えないんじゃなかったかな、確か。で、まあブロ戦回避無効だから、まあ、ちょっと噛み合ってない部分もある。だから悟空の時点でかなりダメージを食らってしまうっていうのがあるから、そこが難しいところだよね。で、左から、無凸2次、3凸2凸、2次2次、フレンド1凸です。やっていきます。だから、2戦目までに全属性ガードをつけれたら、マジででかいです。そこが肝。並びが悪い。でも、これしかねえな。並びが悪いですね。並びが超悪い。あー、めっちゃ食らう。打たんかったらやばいな。で、こいつ潜在能力解放ありきだと思うんですよね、正直。アタック無限上昇で、なおかつ3回決めなきゃいけないっていうのがあるから、うわ、打ってきた。ナイス、 50% 回避。だから回避、そのご飯に交代するためにどうするかっていうところがかなり肝。連続攻撃に振ってなかったら振ってなかったで、そこが時間かかっちゃうし、振ってたら振ってたで早めに交代はできるんですけども、まあ難しいよね、正直ね。お前だ。まあお前は打たんでもいいんだけど、打っちゃうよね、打たないよね。これでいこう。で、ブロ戦やってみたんですけど、ちょっとやっぱ噛み合ってない部分個人的にあるかな、やっぱり。だから安定しない、回避無効だから、そこが難しいよね。とりあえず気絶入れ。とりあえず今のうち打つだけ打っとかないとやばいんで。はい、 OK。 で、ここで時間稼ぐ分にはいいんだけどね、正直。どうしたら打たずに済むかっていうのを考えなきゃいけないかな。あ、これはこれしかないね。で、気絶入れるでしょ。これでいきます。まあこれが一番ベストじゃないかなと思う。そい、まあ、ご飯に交代させるためには正直長期戦向けにはなる。ただ悟空だけでも全然気絶とか狙えるし、高確率回避だから、そこは強いとこだと思う、悟空だけでも。ただ本当に何だろう気絶と回避要因みたいになっちゃうから、そこは難しいとこだよね。打つな打つな、お前は。危ない、危ない危ない、殺すとこだった。ここで殺されたらマジでたまったもんじゃない。これでいきます。ファイヤー、 OK、 気絶狙えた。あ、ちなみに潜在能力で
キル玉でレベル1だけつけてたんで今追撃が出たという風な流れですね。 OK、 こっちは OK だね。こっちは準備完了ですね。でアタック無限上昇なんで、とりあえずここでアタックの上昇を狙えるのはでかい。ディフェンスも無限上昇だったらね最強クラスだったんですけど、まあ、そういうわけにはいかんよね。よし行くぜ。でここ攻撃食らいたくね、食らいたくね、食らいたくね。飛んでくる、なんか飛んでくる。ビスト買っとこう。回避向こうじゃない、回避向こうだ、怖っ。回避向こうだこのステージ。あでも準備は整ったんだ、まあ、かといってやっぱりね思うのがブロリーの時って火力やばいんですよ。ただ13号の場合最初、まあ、そんなになんで、まあ狙えるっちゃ狙える。ブロリーはやばい、無理。あれはやばい。 OKOK、 火力がやばいもんブロリー。アイテム使わんとなしでいくとやばいね、あれは無理。あー撃ってきた。まあご飯ちゃんだから大丈夫でしょ。指さすな。でこっからご飯ちゃんに交代して攻撃食らいつつっていう感じでいきましょうか。でアイテム使わないのであれば、2番目配置とかが一番好ましいと思う。3番目配置、あでも3ターンだからな、3ターンで6回受けなきゃいけないから、まあこれでいいんじゃない正直。え僕え僕ですか。まあそうだね、回避無効だから、そういえば反撃も必殺技の反撃も無効だから、そこ難しいとこだよね。今気づいたらそうなっちゃうんですよね。いやー必殺反撃見せたかったんですけど、まあまあいいでしょう。これでいきます。ちょっと同色機玉取りすぎ問題だけど、まあまあいいでしょう。1、とりあえずあと2回は食らえるとして、あと3回食らわなきゃいけない。こいつはこれは覚えておきましょう。3、まあその最短で変身して出来上がったその、ステータスっていうのもやっぱり見てみたい。マシンカー、さあどう来るかな。うわそんなにやな、だったらここだね。だからこれって正直ね、1番目2番目固定になっちゃうんですよね、3ターンの間だから。そこが難しいよね。でちなみに今が、無凸で47万の15万。いいね、高い高い。で打った後上がるんでこういった配置が一番いい。うーわまあいいや。表があと3回、裏があと4回だね。覚えとこう。まあだから次のターンで倒せる部分にはいいんじゃないかな。全然減らん。まあフリー属性だからしゃあないけどな。でも守れる部類かな、やっぱり全属性ガードって正直ダメージカットみたいなもんなんで、守れる部類かなと個人的には思います。ちなみに今のステータスが97万25万。おお高っ、フレンドだけど高っ。あこれで OK でしょう。はい、もうこれで、これ以降は全属性ガードがついたままなんで、
ダメージ 0.5 倍ぐらいの倒倍になる、あ 0.5 倍ちゃうわ、 0.5 倍ぐらいの倍率に相手の攻撃が下がるんで、守れるっちゃ守れます。まあでも2番目配置で必殺技打った後大幅上昇 50% 上昇狙った後に守るっていうのが一番ベスト。でもまあ倍率としてはかなり上がってるんで、2回4回と受けてるんでそこはかなり強いんじゃないでしょうか。倒しちゃう、倒してくれてもいい気がしてきた。下手にダメージ与えると微妙なんだよな、こっちとしては。どうくる、 1,2,3 あー、OK、来た。だったらもうこれ打たなくていいや、打たなくていいから特化モード入るわ。入っちまった。1,2ここで打って会心出されたら2回しか攻撃与えてないことになるから打たなかったです。だからこれでちょうど6回受けたっていうことになります。無凸の場合だったらそこら辺はまあ調整しやすいかなと。ただ僕の場合潜在能力のスキル玉で、追撃レベル1つけてるんで、まあ、下手したら追撃してた可能性はある。さあホームラン、はい OK。 さあ仕上がったステータスですね。一応もう全属性ガードついてるんで、強103万の36万、強いです。ただまあこれはもう安牌でこっちでいこう。もうアイテム使わんでいいんじゃないかなね、多分いけるっしょこれ。会心出したらえぐい火力出るよね多分。ただねこいつリーダーにすると孫悟空系譜とスーパーサイジンかになるんですけども、レッドゾーンで使えるキャラっていうのがそのセル編いると 30% プラスになって 200% の恩恵受けるんですけど、セル編でね使えるキャラっていうのがそんなにねいないんですよね。このゴッドといい、なんだろうな、それだったら7周年の方がやっぱり強いかなとはやっぱ思いますね。まあ、7周年は特別だったんだなと本当思います。そうだね、レッドゾーンある程度はいけるかもしれないけど 200% の恩恵受けるためにはって言われると、まあキャラの選別がかなり厳しいところにはなるかなと思います。まあそれが俺ブロリーやった時の感想かな。ブロリーやってみたけど無理やったわ。71万の34万ですね。全然いいっちゃいいけどな。まあ守れるっちゃ守れると思う。だからちょっとご飯先頭にしてみましょうか。これ必殺技打てばさらに 50% 上がるから普通にバカみたいに強いです。ほらほらほらただやっぱブロリー戦においてはなんかやっぱりめちゃくちゃ育ててもディフェンスこれ以上50万とかそれぐらいに育ててもやっぱ最後の必殺で吹き飛ぶっていうのが全然ザラにあるからそれを思うとどうだろうなっていう風にはなりますね。ただもう安牌ですね、ここまで来ると。だから多分ね、個人的な感想、邪念場ぐらいまではいけそうだけど、邪念場も最初の火力やばいから、ただあそこ回避ができるから、まあそこはそこでアタック無限上昇、どんどん狙うっていうのもありかもしれない。で、中確率回避に移行するときに変身すれば全然ありかなと思います。いや、ここまで来ると大丈夫じゃん。多分。なんなんだ今のはマジでそれ状態。
ただかっこいいね、やっぱ反撃も見せたかったけどな。こう回避無効だからだ。ただ弱点属性っていうところで、まあ、今回このステージを見せたかったんですよ実は。そう、全属性ガードを働かしてご飯全然いけますよみたいな感じでね、見せれてると思うぜ俺。知らんけど。ただアタック無限上昇だったらな、会心欲しいっていう部分はあるかな、やっぱり。ただ変身させるためにはってなると噛み合ってない部分ももちろんある。うん、ちょっと待って、ね、そうだね、そこはまあ難しいとこだよね。ただその長短っていうのがすごい、なんだろうな、使いやすいって言いますか。短期戦でも悟空でなんとかなるし、そのバトルとか回避狙って気絶狙ってってなるとなんとかなるし、おうおうおう、大丈夫、無凸でこのディフェンス力だからね。ただね、ブロリーはまた違う、あれは違う、あれは化け物だ、あれは違う、あれを入れたらか、あれアルハン、このアルハンでさえめっちゃダメージ食らうから、ブロリーはまた違うよ、あれは化け物だ。うー、めっちゃ食らう。全身で受け止めてやるよ、まだ。これ取ろっか、大丈夫かな、俺真ん中配置したけど。12万とか10万食らうと仮定してもまあ大丈夫か。さあごはんちゃん蹴りをつけてくれ、まあ、これで死んだらちょっと悲しいよね。そい、あれ、まあでもそのなんだろうな、全属性ガードを永続的に狙う要領以外にも、例えば悟空伝とかベジータ伝においては最後だけ無効なんで、そこでまあ変身狙うっていうのも全然ありだよね。まあでもステータス上げるっていう意味ではそのちょっと手前ぐらいでもいいかもしれんすけどね。まあちょっと難しいところではあります。ただまあ、あの全般的には連れていけるかなと思います。レッドゾーンブロリー、はい、まあそんな感じかな、使った感想。うん、ただリーダースキルがな、本当になんだろうな、人造人間する辺も狙うってなるとそこが難しい。カメハメハだったらね、結構どのキャラでも、どのキャラっていうか結構多いじゃないですか、レッドゾーン適用キャラって。でも人造人間する辺って言われるとんってなるね、やっぱり。そこが難しい。はい、ってな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。参考になった方ぜひグッドボタンよろしくお願いします。それではまた皆さん、バイチャー。